こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2021年の5月7日、時刻は22時37分になります。現在の枝コインの値段は186円と、またね、上がってきてます。はい、でチャートの方見ますと、ちょっと前にね、ここ見ていただくと分かるように190円の線を超えて190円いったんですね。はい、これ1分足にしてみましたけど、ここですね、何時だろう、21時5分右の黄色いところを見ていただくと 190.314 ということで、さらにその隣の陰線ですけど、ヒゲがね、上の方向いて、さらにそこの上を行ってます。ですので非常に、いくら上がったんですかね、10円ぐらい上がったということですか。はい、ということでね、月足で見てもバッチリ、ちゃんと陽線がね、出てきたということです。まあただ、7日ですので、ね、またヒゲを作って下に行くということもなきにしもあらずですけども、非常に今月は期待できるなという感じですね。ではツイッターの方見ていきたいと思います。はい、まず体のファウンデーションですけど、It's been a year like no other crypto industry looking forward doing CEO、まあこのコンセンサスっていうイベントですかね、ここ、5月の24日から27日ということで、そこに、グレガードさんですね、CEO のグレガードさん、カルトのグレガードさんが、コインデスクの方と、話すと、NFT とか ETF について話すということですよね。はい、で、これ結構大きな、イベントみたいで、いろんなスピーカーの方がね、いらっしゃるので、ちょっと、まあおそらく英語でしょうけど、ちょっとね、チェックというか、覚えておいていただけるといいかなと思います。はい、これ THC プールさんですけど、 ADA は第3世代のブロックチェーンプロジェクトであり、新しいスマートコントラクトプラットフォームであり、 AIBC アワードによって今年のブロックチェーンソリューションにノミネートされましたと。はい、こちらヘラルドシートというところですけど、カルドの今年のブロックチェーンソリューションにノミネート。公式ウェブサイトの情報によると、 AIBC アワードはその背後にある技術とイノベーターを祝います。 AIBC サミットは達成を祝う夜のために業界トップを集結しますと。でこのアップデートはさらに、投票は2021年15月16日までに開かれ、各カテゴリーの受賞者は2021年5月25日に発表されるということでね、この日に発表があるということですね。はい、で、こちらがですね、はい、こんなサイトになってます。 AIBC Awards と、ボートナウということですね。 UAE って書いてありますけど、アラブですよね。でこちらにですね、まあ、登録してクリプトインフルエンサーオブザイヤー、ブロックチェーンソリューションオブザイヤー、 AI アプリケーションオブザイヤー、エクスチェンジオブザイヤーとかね、マスアダプションペイメント、はい、ということで、いろんなところがあるんですけど、インフルエンサーじゃなくてブロックチェーンソリューションですね。はい、このようにここですね、カルダの ORG ということで、ここにね、カルダのポチってやると。で AI アプリケーションのところにも見ていくと、シンギュラリーネットもあるということですよね。はい、でこれが、投票されて、このアワードが、25日に出て決まるということですので、ちょっとねこういう話もまた出てくるかもしれません。はい、次 IOG ですね。ブロックプロダクション is fully decentralized in Cardano と、 next up full P2P network ということで、今、このネットワークですね。はい、まあこれ具体的に言うとステークプールだと思うんですけど、これがどんどん分散化していくということで、ちょっとこの動画を見てみたいと思います。はい、こちらが YouTube でね、ちょっと大きくしてみたんですけど、ここに SARS で6名って書いてあるので、昨日のこの16時23分の状態をね、本当にブロックチェーンの状態を表しているということだと思います。で、この下の方にちょっとね、解説があるんで、何を言ってるのかちょっとね、理解したいなと思って、なので日本語にしてみたので、ちょっと一緒に見てみください。私たちの非中央集権化の旅は続きます。カルダノではブロック生成は完全に分散化されており、ブロックの 100% がステークプールオペレーター SPO コミュニティによってなされています。今後 P2P ネットワークの完全な分散化に移行しています。それは視覚化したものがこちらです。非中央集権的なネットワークを実現するためには、各ノードが他のノードを発見し通信しなければなりませんと。各ノードっていうのはさっきの点点点ですね。はい、ノードは、これがノード、これもノード、これもノード、はい、ステークプールオペレーターと、ステークプールだと思えばいいと思うんですけど、はい、これがノードですよね。はい、
各ノードが他のノードを発見し通信できなければなりません。現時点ではカルダナのネットワーク接続は SPO 同士が管理する手動の手続きが必要です。最終的にはこのプロセスはカルダナのネットワーク自身によって管理されることになります。つまりこのすべてのノードに組み込まれた次のレベルの自動化が次のレベルの分散化をもたらしますと。だから分散化まだもうちょっとやることがあって、それを次のレベルの自動化って言ってるんですね。はい、近日中により詳細な進捗状況をお伝えします。 TLDR ちょっとこれ何か分かんないですけど、分散化パラメータ D を0にして以来、 D0 っていうのはねもう終わったっていうのはご存知だと思いますが、それやって以来ブロック生成は完全に分散化されたと。SPO は手動でトポロジーに従って P2P 接続を行っていますということなので、ここまではいったけど、ここまでは D0 にしてブロック生成完全に分散化っていうところまではいったけど、SPO は手動でトポロジーに従って P2P 接続を行っていますというところがまだできていないということで、この後ろに書いてあるこのノード通信の自動化を可能にするためにネットワークチームは現在 P2P 自動 P2P コードのテストを行っています。これにより SPO コミュニティはさらに分散化された方法で体の P2P ネットワーク自体を作成運営できるようになりますと。自動化を進めて作業による介入を減らして分散化をさらに強めていくと。一方この短い技術でもビジュアライゼーションでは日本の P2P 対応ノードが設定されたペアを持たずに起動している様子を見ることができますと。はい、でちょっと今言ってるところがちょっと私も今理解できてなくて、私は今理解できなくて、ここにねヨーロッパとか、ジャーマニーとかフランスとか出てきてるんですけど、ここがジャズっていう日本のたけしさんの、なんていうのかステークプールなんですよね。だからこれのことを言ってるのかなっていう気がするんです。ここにジャパンって出てくるんですけど、時々ここエイジアって出てきますよね。でここにジャパンって後で出てくるんですけど、だからここでちょっとそこが理解できずに今喋ってるとこはちょっとすいません、ご理解ください、ご容赦ください。はい、ピアは登録されているプールをランダムにサンプリングして発見されます。あるプールのリレーが選ばれる確率は、そのプールが持つ ADA 総量が全体に対して占める、シェアの平方根で重み付けされますと。選択されたピアはノードに新しいヘッダーを最初に提示した頻度に基づいてランク付けされます。現在のスコアは、画面左のテーブルに表示されますと。はい、こちらですね。はい、なのでこうやってポン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 選ばれてネットワークをつながれた回数がここに出てるみたいです。ノードは20人のピアを維持しようとしますが、約1時間に1回パフォーマンスの悪い4人のピアがランダムに選ばれた4人の新しいピアと入れ替わります。ということで、まだ完全に分散化されていないということは、この辺のことがね、これからされていくということで、それが説明しやすいようにあのビデオを撮ってくれたのかなという気がしますね。はい、でその内容ですね、ゆうたさんも動画にされてますね。はい、ここに書いてます。カルダのネットワークの分散化 P2P というけど達成してないと何がまずいの、なるべく噛み砕いて解説しました。技術的な内容で普通のダイダースの使用感などには関係しませんので分かりづらいですが、よりカルダのチェーンを協力する重要アップデートですということなので、まあ、オペレーターの方はね、分かってるみたいですけど、一般の方は分かんないですけど、まあ、こういう動きがあるよと。分散化が終わってないって言ったときは、ブロック生成は分散化されてるけど、こうネットワークのね、あの選び方とか、つながれ方っていうのが、まだできてないよというふうに理解すればいいんじゃないかなと思います。はい、BTBF さんですけど、深夜フライトで早々と空港に着いてピザをお供にいっぱいと。海外の良いところは見知らぬ人でも、はい、ハローから始まるコミュニケーション。ドバイは各国から多人種が集まり、みんなそれぞれの文化を尊重し合っているようでしたということでね、帰国されたようですので、またね、いろいろ情報発信があると思います。楽しみにしたいと思います。お疲れ様でした。はい、最後に渡辺聡太さん。うわ、今気づいたんだけど、シンガポール政府の発行するコロナの陰性証明書の正当性証明書を裏側にイーサリウムのブロックチェーンが使われているっぽいと。しれっとなんとかなんとかの名前があると。感動した UX も最高だし、日本政府も頑張ってほしいと。まあね、政府も頑張ってほしいけど、アフリカ以外にもね、もうすでにブロックチェーンを国レベルで使ってるものがもういっぱいあって、カルダノがね、パーッといろんな入っていけるところばっかりでもないなというところなので、やっぱりね、エキスポを頑張りたいなというところです。ではね、値段に戻りまして、183.33 ですね。14,012.9×183.33 で元本が10万円ですので、計算しますと246万8,985円のプラスと
ということになりまして、よいしょ、2469%のプラスということです。今日もありがとうございました。失礼いたします。